か、3年生の、中山と申します。よろしくお願いします。まず、簡単に自己紹介をさせていただきます。僕は、学生時代、高校時代、この武蔵野高校で3年間、水泳部として、いろいろな活動をしてきました。3年間インターハイにも出場し、3年生の時には、部長あるいはキャプテンを務めてきました。今はですね、大学の方で、学友会、紹介にもありましたけども、高校でいう、生徒会のようなところで、今は学友会長をやっていて、去年は大学祭の実行委員長をやらせていただきました。で、今日これから皆さんに、お話しすることは、今まで、僕が大事にしてきたもの、大切にしてきたものっていうのを4つの言葉に表して、皆さんにお話ししていきたいなと思います。そして前置きなんですけども、いろいろセットの機会なんかでいろいろな方々が講演をしたりお話をすると思うんですけども、そういったお話っていうのはやはり人それぞれ違った生き方をしてらっしゃいますので、これといった正解というものは特にありません。で、これから話す僕の内容も実際これが全てかって言ったらそうではないので、皆さん聞いていただいて何か心に響いたなっていうものがあれば、ぜひとも、今後、高校生活ないし大学、社会人になっても、その言葉のもとに頑張っていってくれたらいいなと思います。まず最初に表す言葉はですね、オンとオフという言葉です。オンとオフ、まあ、ここで言うオンとオフっていうのは要するに切り替えなんですけども、やるときにやる、やらないときにはやらない、もう究極の言葉なんですけども、やるときはやる、やるときはやらない。ここに来るまで僕は電車で来てるんですけども、今はやるです。けど電車やバス、まあ、歩いてるときもそうなんですけども、ここに来るまでの、最中はずっとオフです。もう爆睡こいてました。もういびきかいて、隣の乗客の方に、頭が肩に触れちゃうんじゃないかってぐらいまで爆睡をこいてました。けどここまで頭をフル回転させられるっていうことは、常に日頃からそのオンとオフという切り替えを大切にやってきたおかげなのかなというふうに今思いますし、あと何より高校時代水泳やってたんですけども、ずっと集中して泳いでいらんないんですね。やっぱ僕も人間なので、人間誰しも飽きとかもう嫌だとかなると思うんですけど、もうその時はもう一切動かなかったり、一切何も考えずにただひたすらちゃんとやらなきゃっていう瞬間までは、もう何もチャランポラン、言ってしまえばチャランポランみたいな感じでした。じゃあオフの時何やるかっていうと、やっぱりオフの時でも自分が大切にしているもの、まあ高校時代で言えば水泳のことをやっぱ考えてしまうんですね。あーやべえ今日食いすぎたとか。でやっぱ水泳をスポーツやってるので、まあ、炭酸飲料はあんまちょっとよくないんですけども、やべえ今日コーラガブ飲みしちゃったよとか、2リットル普通に飲んじゃったよとかしちゃうんですけど、まあでもそんな中でもやっぱやるときにはコーラは極限まで減らして、まあ、飲んでしまうんですけど、極限まで減らしたりとかして、そのやる瞬間に支障が出ないようにやっていきました。水泳だって言いました。で皆さんもこういったオンとオフっていう切り替え大事だと思うんですけど、まあ、例えて言うのであれば試験テスト、試験テストってやっぱ
日々授業を聞いてても分からないことは分からないと思うんですけど、やっぱテスト前って勉強しますよね。ずっとこのテスト範囲決まっていたら、そのテスト範囲を黙々勉強すると思うんですけど、それってやっぱ大事なことで、そのオンとオフっていうものがやっぱ皆さんの中にも少しあるんじゃないかなっていうふうに思います。で、次に、皆さんに表す言葉は、これは漫画の言葉を自分なりに、変えた言葉なんですけども、まあ、ワンピースという漫画なんですけど、皆さん多分知ってると思うんですけど、今テレビアニメで放映されてるところなんですけど、エースが、海軍に捕まってルフィが助けに来て、でその後ルフィは、いろいろな困難が立ち向かってましたが、結局エースを助けることができたんですけど、最後、海軍でとどめ、ルフィがとどめを刺された時にエースがかばってくれて、エースが死んじゃいました。でその後、ルフィは、ある島に孤立をするんですけども、ジンベと一緒にいるんですけども、その時ずっとルフィは失ったものばかりを数えてたんですね。でそこでジンベイがかけた言葉っていうのが、まあセリフは違うんですけども、ないものばかり数えるんじゃなくて、あるものばかりを数えなさいと。結局生活で何をやるにしても、ないものばかり数えてても結局時間の無駄で、あるものを数えてやらないと、あるもので何かをやらなければ何も始まらないんですよね。まあもし誰かに手紙を書くとき、まあ普通のノートに紙ノートや何かに書くときもそうですけど、やべえシャーペンがねなったとき、やべえシャーペンがねシャーペンがねシャーペンがねってずっとシャーペンばかり探してても、ただやりたいことはいっぱいあるのに何も進まない、そんな無駄な時間を過ごすと思うんですけど、その中にもし筆箱の中にボールペンがあったら文字は書けますよね、普通に。まあ間違えたら消せないんですけど、少なからず文字は消せます。もし間違えたら違う紙に書けばいい。でもしその紙が正式な書類であれば、またもう一枚新しい紙をもらってやればいいんですよ。あやべやべ消さなきゃ、修正機修正ペンみたいないう感じになって、どんどんあるもの、身の回りにあるものを使ってやっていけばいいんじゃないか。